EV 専門の自動車メーカーとして欧州市場へ復活。アメリカのゼネラルモーターズ GM は、電動大型 SUV のキャデラックリリックをスイスで発売。EV 専門の自動車メーカーとして欧州市場へのカムバックを果たす。大手自動車メーカーの一つである GM は、 2017年にオペル・ボグゾールをステランティスグループへ売却。キャデラックとシボレーコルベットを輸入する事業は残されていたものの、実質的に英国を含む欧州市場から一時的に撤退した状態にあった。しかし同社は2021年にスイスチューリッヒへ GM ヨーロッパの本社を設立。ジャクリン・マクエード氏をトップに据え、 バッテリー EV を専門に販売する自動車メーカーとして、着々と復活の準備を整えてきた。その先方を担うキャデラックリリックは、現地時間の2023年10月6日からスイスで販売が始まる。今後の2年間でスウェーデンやフランスなど5カ国まで事業を拡大するという、今のところ、 英国市場に対する計画は明らかになっていない。リリックはメルセデス・ベンツ EQSSUV や BMWQ などと競合する大型 SUV で、スイス価格は82000フラン、約1334万円からに設定された。北米価格は58000ドル、約841万円となり、 ドルフランの為替レートで見ても高めに設定されている。駆動用バッテリーは1 0 2アワーと大容量で。航続距離は最長5 3 0トルが謳われる。ツインモーターによる最高出力は 528PS となっている。販売はオンラインが中心を追って絞れも上陸化。GM は 2035年までに世界市場でバッテリー EV のラインナップを完成させる計画を発表している直近ではこのリリックや GMC ハマー EV の基礎骨格をなすアルティアム EV プラットフォームの開発へ多額を投資してきたまた従来はオペル・ボグゾールというブランドで欧州事業が営まれてきたが 今後はアメリカ市場と同じブランドが展開される。まずプレミアムモデルを主軸にするキャデラックで足掛かりを作り、追ってレれも導入される可能性が高い。GMC のハマー EV も販売を検討しているという。だが車重が重く、欧州では乗用車として登録が難しいという課題がある。現状では GM ヨーロッパには、内燃エンジンモデルを扱うディーラー網が存在しないが、バッテリー EV を主軸にする展開を迅速に進めたいとしている。修立費には実車を展示するエクスペリエンスセンターを設けるが、販売はオンラインのみだという。実際、テスラやポールスターなどのように、オンライン販売が中心になるようだ。 それにより、ディーラーモーの構築へ多額の費用を投じる必要性がなくなる。ブライトドロップという。バッテリー EV を利用したデリバリーサービスを展開する計画もあるという。キャデラックは、2023年にルマン24時間レースへ復帰。LMDH クラスのプロトタイプレーシングカーで見事総合3位の座をつかみ。 世界的な認知度の向上へつなげている。北米市場での販売も好調で、その良い波に乗りたいところだろう。